ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 BV。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、あのね、いろいろと最近ね、供給がまた多くなってきて、まあ、BMSG はいつでも供給が多いんですけどね、まあ、BE:FIRSTだけじゃないですからね。社長のスカイハイ、それから長男のノベルコア君ね、まあ、翔太君もそうだけどね、エディ君もそうだけども、まあ、言うてね、あの BE:FIRSTを追っているけど、 BE:FIRSTだけじゃないですからね。皆さんの中にもね、まあいろんな方いると思いますけどもね、スカイハイさんとノベルコア君とアイルザ・ショウタ君の動向とか、エディーボーイ君の動向だったり、あとトレーニーの動向だったりとかね、いろんなもの気になりますよ。でね、5月6月でね、まあいろいろまたあるわけですけども、まあね、まずこれ結構ね、もっと前にね言えた気もするんだけど、供給多すぎてね全然言えなかった。こっそりと実はスカイハイが出演するフェスにビバラロックも見に行きましたが、スカイハイがね、実は千葉でやるフェスにね出演するんですよ。これね、もっと早めに言えればよかったんだよな、まだチケット取れるかなっていうのがあって、意外とこれ気づいてらっしゃらない方いらっしゃったんで、うん、あれなんですよ、ヒップホップフェスに出るんですよ、スカイハイ社長が。で、それがもともと情報自体は結構前からあったんだけど、追加出演で決まったっていうことがあって、それなんですよね。で、そのフェスの名前が、ちょっとパソコン見てます、ポップユアーズってやつなんですね。5月21日と5月22日でありまして、で、5月21日の方にスカイハイが出ますと。これね、急遽決まったみたいなところがあったようで、で、前にそのスカイハイがね、コラボをしてラジオで語ってた JP ザ・ウェイビーなんかも出たりとか、サルとかも出たりとか、サルさんっていうね、ラッパーがいるんですけど、結構好きな人で、スタッツも出るね。うん。で、パンピーがね、メインアクトかなっていう感じで、うん。で、他にもいろいろ出るんですけどもね、サイバールイとかも出るんだよね。あ、サイバールイって言いましたか、BMSG のルイくんではなくて、ラッパーのね、サイバールイってのがいるんですけども、はい、ちょっとここも楽しみだったりする。ちょうどに出るんでね。ちなみに22日の方は、バッドホップっていうね、なんだろうな、ノベルコア君の楽曲の中で、確かウィンだったかな、バッドホップの残りがだけじゃアリーナ立てませんっていうね、結構ね、そういう、まあ、ある意味ヒップホップシーンとかにね、こう、ノベルコア君なりの、こう、まあ、ちょっと、もの、言ってやるぞ的な感じのところのやつがあるんですけど、バッドホップっていう、まあ、若手なんですけど、まあ、あれですね、不良系というか、悪系の方の、ハードコア系の方のラッパーで、22日の方は他にも結構そっち系の人が多いかなっていう感じで、ラルフ出るんだなエイウィッチさんも出るしね、うん、こっちはこっちで見たい気がする、うん、まあ言うて仕事の休み取れないんで、21日にねスカイハイ出るんですけど、ちょっと一つ気になってるところっていうか、すごいラッパーが出るんですよね。ピーナッツくんっていうラッパーがいましてピーナッツくんってラッパーじゃなくてね、あれなんですよ、 VTuber なんですよね。で、着ぐるみを持ってまして、普段はその VTuber としてネットの方でね活動をしてるんだけど、ライブとかイベントとかにも出て、それでその形でラップをするっていうのがあって、実はね、ピーナッツくんのラップ、見た目は完全色物なんだけど、すごく上手くて、ここがスカイハイと話してほしいんだよね。スカイハイの方からピーナッツくんに行ってほしいっていうのもあるし、ピーナッツくんから行かないかな、VTuber 界隈と絡んでくれたらむちゃくちゃ嬉しいんですよ、私ね。うん。私ってなんだ。そうそうそう。で、まあ要するに、ピーナッツくん着ぐるみだったりするんで、まあ普段はね、VTuber って、まあ結構可愛い感じの、カルチャーの中でやってるんですけど、あれなんですよね。BMSG でピーナッツくん絡んでくれたらめちゃくちゃいいんだけどなっていうね、もう手が震える。子供向け番組とかに出ても良さげな感じなんですよ。着ぐるみなんでね。もう何回も着ぐるみ言ってますけど。ピーナッツくんのね、YouTube チャンネル貼っとこうかな。いや、別にそれはいいか。ピーナッツくんの画像こんな感じです。はい。で、ピーナッツくん、エディーボーイくん、大輝くん、ルイくんあたりと、ピーナッツくんで一緒になんかやるコンテンツできねえかなって思ったりなんかして。ピーナッツくんね、VTuber も事務所とかあったりする場合もあるんだけど、
例えばそのなんだろうな、YouTube ミュージックの方で、あの BE:FIRST がね、その YouTube ミュージックの方で参加したりとかするけど、そこってまあミスチルとかイエモンとかね、浜崎あゆみさんとかもいたけど、二次三次オールスターズみたいな感じで、二次三次っていうのは VTuber のね、事務所なんですけど、そこの子らがライブするっていうのもあったんですよ。まあそういう風に企業もあるんだけど、まあ一番有名なのはホロライブですかね。うん、ピーナッツくん個人勢なんで、実はフットワーク軽いんですよ。まあBMSG もね、小さい事務所だからフットワーク軽いから、まあぶっちゃけスカイハイ社長だし、でピーナッツくん個人事業主で、まあ言うてね、本人がね社長みたいなもんだから、ここでくっついちゃったらね、もうすぐね、多分ルイくんたちと一緒になんかやる感じにいけると思うんだよな。ちょっとピーナッツくんの鋭いツッコミでね、ルイくんたちと絡んでほしいんですよね。ちょっとそれはね、私が勝手に思ってて、まあぶっちゃけなんだろう、本当に多分これ私しか思ってないと思います。はい、まあ、VTuber ファンでもあるんでね、うん、いや本当にね VTuber には癒されてましてね、日々の仕事とかいろんなものを含めてね。でそんな話なんですけど、このまま行くと VTuber の話になりそうなんで、まあ、とにかくスカイハイの出るフェスがあってね、まあ、これもね、ピーナッツくんの話ばっかりしてるけど、ヒップホップ業界の方に、やっぱ BMSG っていうかスカイハイが、まあ、今現在 BE:FIRST、まあ、ザ・ファースト現象があってから、結構すごいことになってますよ。で、ノベルコア君のね、ライブに出てくれた AK69 だったりとか、ね、あとその、M フローのタクさんはね、シャイニングマン作ってくれたし、あとバーバルさんもね、ラッパーの方のバーバルさんも、この間のスカイハイのね、ラジオにガツリ出てて、そこで絡んでくれたりっていうのはあったんですよね。ただね、AK69 とか、バーバルとかタクさんとかはもともと結構ポップ的なことの方にも行く人たちだったりするから、そこはね、まあありえるだろうなと思ったんですよね。 AK69 ではカトゥーンに曲提供してますからね、ジャニーズグループの、まあ、そんなのもあるんですけど、ぶっちゃけこのファンピーとかそういうヒップホップ業界がっつりの人たちのところに BMSG どう思われてるのかなっていうのを結構思ってたんですけど、この感じだとどうもヒップホップ業界にも BMSG およびスカイハイ、BE:FIRST 広まっていってる感じあるなって思って、ロック、ビバラロックとあとサマーソニックも出ますけど、ロック業界のみならずヒップホップ業界にも BMSG と一緒になんかやりたいって人が増えてくればいいし、ぶっちゃけもう多分ね、何でも才能ある人たち、意識のある人たちだと何でもウェルカムな感じの事務所だと思いますから、ここでヒップホップ業界とがっつり絡むとね、でね、ヒップホップ業界と絡むとラッパーはコラボっていうのが簡単にできるんだから、ノベルコア君とかアイルザ翔太君とか、まあエディボーイ君とかね、あとそのトレーニーのみんなとか含めていろいろコラボっていうのが結構できる可能性が高いんですよね。 BE:FIRST っていう形もありえるけど、まあ、BE:FIRST はね、あそこでも完結してる部分もあるから、まあコラボしたら面白いですけどね。うん、まあそういうのもあるからね、ちょっとヒップホップ業界にこのフェスの方でね、まあスカイハイがいろんな人たちとまた、まあね、もともとつながりのある人たちもいっぱいいるから、何しろ顔が広いからね、で新しい人たちもまたいるから、そこと絡んでほしいなっていうね。ちょっとね、ピーナッツくんとサイバールイとは絡んでほしい。若手だけどね、ピーナッツくんも若手っちゃ若手だからね。うん、まあ見た目人間じゃないですけどね、うん、ピーナッツなんで、うん、画像貼っておきますね。なんか2回目だけど、うん、まあそのね、まあ、そんなことも思いつつと、あとね、ノベルコア君のライブ申し込みしました。6月の3日の方の横浜のやつね、そちらの方ちょっとまあ抽選当たるかどうか分かんないけれども、そうやっぱノベルコア君の存在っていうのが、やっぱスカイハイ社長と別のベクトルで BMSG および私たち BMSG 箱推しの人間の支えになってくれてるなっていうのは本当に毎回思うことで、ねエディーボーイ君がねラジオで言ってたんですけど、まあ、要するにスカイハイ社長とノベルコア君って、結局ノベルコア君も本当になんかスカイハイの考え方、 BMSG の考え方を本当にそのままがっつり受け継いでる人でもあるから、まあエディ君も最初ね似てる人なのかなって思ってたって話だけど、もう実は全然違うと。それは悪い意味じゃなくて、その本当にそれぞれのポリシーっていうのがあって、でそもそも第一弾アーティストのノベルコア君がいわゆる自分のそういう考え方とかポリシーとかをそのままキープしたまま今の段階に至ってるっていうところも、これも BMSG ならではだなっていうふうには思うわけですけど、そうノベルコア君はねコメントでもいただいたけど、まあそのスカイハイさんも叩き上げなんだけど、ノベルコア君もまたスカイハイさんとはまた違うところから来てるっていうのがあると。まあラップをね始めてそこからやったっていうのと、あとちょっとまあまあ2人とも顔がね何しろ超イケメンなので、イケメンなりのラップ業界での苦労の仕方っていうのもしてきたと思うんだけど、そこ含めてもまたちょっと違うところってあるし、
コア君に関してはね、本当にスカイハイさんとまた違う寄り添い方を私たちにしてくれるなっていうのがあって、でだからやっぱ彼に関しても本当に応援をしていきたいし、コア君に関しては特にラン君のねファンの方にとってはサンクスオールマイティアーズでラン君起用してくれたっていうことは本当に救いになったんじゃないのかなっていうふうに思いますね。ラン君もレイちゃんもね、ルイ君も大義君もね、どんな感じかなっていうのもあるけど、大義君はまだトレーニーになったばっかりだけどね、まあ言うてこのなんでしょう、アーキテクト会員の方はもしかしたら知ってる情報もあるかもですけども、あ、言わなくて大丈夫ですからね、はい、そういうのもあるかもですけど、まあ本当にラン君のことも心待ちにしている人もいると思う。なんかコア君とかと一緒にやってくれるといいのかなって思ったり本当はしてますけど、まあいろいろとあるんでしょうと思います。はい、まあそんな感じで、まあスカイハイさんのそのヒップホップ業界てかヒップホップフェスに彼が出るんで、そこがっつり私、まあ千葉県地元なんでね、幕張メッセだからね、千葉県だし、はい、時間遅くなっても帰れる電車で、うん、っていうのもあって非常にありがたい。まあ言うてね、私も千葉県住みなんで、まあ東京じゃないですけど、まあ結局そういうライブとかには参加しやすい状況にいるっていうのはあって、それはずっと千葉に住んでいるので私はね、何にも思ってなかったけど、結構ありがたい話なんだなっていうのを改めて思いました。蘇我の方でやってたジャパンジャムね、そちらの方も蘇我って千葉県の町なんですけど、はい、ちょっと私ビバラロックとねジャパンジャムを勘違いしてたところがあって、ジオーラルシガレッツのライブにゲストでスカイハイさんが出たのはジャパンジャムの方だったとコメントでもいただきまして、概要欄でも前の動画で訂正はしてあるんですがね、そんなのもありました。ちょうどゴールデンウィークにね、ビバラと結構日程的にも被ってた部分があってね、私はその BE:FIRST の方がね、やっぱり見るっていうのがあったから埼玉の方行きましたけれどもね、ジャパンジャムの方はジャパンジャムの方ですごいがっつりとロックフェスだったわけで、そこもね、なんか見たかったなっていうのちょっとありますね。言うて私も BMSG 推しで BMSG の音楽が大好きだけど、基本的にいろんな音楽が大好きな人間だったりするんで、だからね、ヒップホップフェスにも行きますし、うん、そんな感じですよ。まあ言うて最近はあんま行ってないけど、アニソン系とかのイベントにもね、遊びに行ったりとかね、していたんですよね。そうそう。まあまあまあ、アニメも好きなんでね。そう。まあそんな感じで思っております。はい。まあ、今回はスカイハイのヒップホップフェスの話と、あとコア君の話ね、ちょっと彼のライブもがっつり見に行きたいし、彼もねビバラロック出演したいっていうので、本当に今直談判するみたいな感じでツイートで言ってて、やっぱね彼のアティトゥードってすげえなって思うからさ、うん、本当に頑張ってほしいなって思う、うん、ね、なんかそういう風にね、いろんなそれぞれのその立場でそれぞれの音楽を追求できる BMSG って本当にすげえなって思うし、ファンにしてもみんなそれぞれ推し方っていうのを自分たちでね、好きな推し方をして大丈夫だし、そういうところにいて本当に驚きがいつも絶えないしね、うん、非常に楽しい思いをさせていただいております。はい、すみません、そんな感じでね話させていただきました。ポップユアーズね、スカイハイさんのファンの方でね、ちょっとチケットがまだあるかどうかわかんないんですけど、一応ね21日にスカイハイ出るんで、まあポップヤーズのねあれですね、まあホームページとかあるはずなんで、それも概要欄貼っておきますね。あとあんまりいらないかもしれないけど、ピーナッツくんの YouTube チャンネルと、あと妹さんのポンポコさんと一緒にやってる YouTube チャンネルもね貼っておきますね。多分いらないですよね、いらないと思うけど、勝手に貼っときますね。はい、楽しいんではいはいではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパスでした。果てしない空